マスホパーキングエリアは、山梨県南駒郡藤川町にある、中部横断自動車道のパーキングエリアである。マスホインターチェンジに併設されている。共用が開始された2017年3月現在、中部横断自動車道で初めてかつ計画されている、ものも含め唯一のパーキングエリアである。当初の計画では、下り線側に、 大型車5台と小型車10台、男性、女性用トイレをそれぞれ5つずつ設置し、上下線で共有する予定であったが、計画中に上り線側に隣接して、道の駅富士川及び河川防災ステーションの整備に関連し、上下線で異なるパーキングエリアに変更された。下り線のパーキングエリアは駐車場のみとする一方で、 道の駅の施設を利用できるハイウェイを足姿とし、上り線はマスホインターチェンジに隣接して駐車場とトイレを整備する計画とした。なお、上り線は道の駅から離れており、接続する通路もないことから施設を利用することはできない。また、上下線ともに本線から PA を利用後、マスホインターチェンジへ流出することができるが、 マスホインターチェンジから流入する場合は、PA は利用できない。下り線道の駅藤川と隣接しており、道の駅内にあるトイレや施設を利用できる。新直轄区間のパーキングエリア代替施設として、長野県佐久市の道の駅ヘルシーテラス、佐久南、山梨県南駒郡南部町の道の駅南部が存在する。ありがとうございます。